マイナス10キロ飲んで痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクを飲んで、マイナス10キロ痩せることができるのかということで、その痩せるポイントをお伝えしていきます。ポイントは4つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整って根本的に痩せ体質になれるからです。そして2つ目、血糖値の急上昇、要するに太る原因ですよね。糖質を取ると血糖値が急上昇して、その間に脂肪がどんどん溜まっていくっていうね、その工程をグッと抑えてくれる効果がある。結果脂肪を溜め込みにくくすることができるからです。で3つ目、脂肪をどんどん燃やしてくれますよ。もうね、お願いしますですよね。もうどんどん燃やしてほしいと思います。で4つ目です。弱アルカリ性へとあなたのお体を戻してくれるから。大なり小なりですね、お食事をとってしまれますと、お体の、体液、中がですね、酸性へと傾く、これは誰しもそうなんですよね。そこを放っておきますと太ってしまうわけです。なぜかというと、酸性の状態のままだと体の機能が、そもそもちゃんと使えないということになるんですよね。もちろん病気にもなってしまいます。そこでしっかりとお食事をとった時に酸性になっちゃったっていうのをね、戻ってこいと、戻す力があるのがこのリンゴ酢なんですよね。そうするとお体が持つそもそもその弱アルカリ性という状態に戻る。結果一番、内臓であったりお体の機能が、もう一番ね、コスパがいいと言いますか、一番使える状態ですよね、にまた戻すことができるという効果もあるからなんですね。では2つ目の項目です。何を使うんでしょうかということで、それぞれ材料が持つ痩せる効果について詳しくお伝えしていきます。まずもうメインは、なんといってもこのリンゴ酢なんですよね。リンゴ酢はとにかく脂肪燃焼、どんどん燃やしてくれますし、その結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなって痩せるということですよね。でまた血糖値の急上昇も抑えてくれる効果があるので、そもそも脂肪を溜め込みにくくしてくれます。そして数多くあるお酢の中で、なんでリンゴ酢なんですかっていうね、ご質問もよくいただくんですけれども、それには訳があるんですよね。なぜかというと、いろんなお酢の中でもこのリンゴ酢が酢酸の働きが一番強いからなんですね。そうすることで、そのあなたの腸のね、動きがどんどん良くなる、腸にとってはその、栄養剤といいますかね、やったーってなるわけですよね。なんか働きやすい環境ってなるわけです。なので良いですよね。そしてまた満腹感を得やすいので、暴走する食欲も抑えやすくなりますし、またカリウムがしっかり入ってますから、むくみ改善にも効果大ということになるんです。ただしですね、ここで注意なんですけれども、リンゴ酢どれも痩せるのかというと違いますよ。痩せるリンゴ酢の選び方ってあるんですよね。ちょっとワンポイントレッスンでここ入れてます。痩せるリンゴ酢の選び方なんですけれども、ポイントは原材料名をチェックしていただきます。そこにリンゴ果汁 100%のみでできているリンゴ酢を選びましょうね。ここで余計な添加物、香料とか甘味料とか着色料、保存料などが添加されているものはダメです。逆に太ってしまいます。無添加であることがポイント。プラスできればオーガニックだったり有機栽培などのそういった良質の栽培のもと作られたリンゴの果汁が使ってある、JAS マーク認定のリンゴ酢がおすすめです。はい、そして今回使うフルーツはですね、いちごになります。でいちごって、いろんなフルーツありますけれども、もう優等生なんですよ。で何が優等生かと言いますと、バランスよくこの糖分が入っていて、しかも控えめなんですね。フルーツってですね、要は果物って3つの糖分が入ってるんですけども、果糖とブドウ糖と諸糖が必ずそれぞれ入ってるわけですよね。でこの数値が低い方が結局太らないわけです。ただいろんなフルーツってですね、やっぱり果糖たくさん含まれているものが、イコール太ってしまうんですよね。この3つの中で一番注意が果糖です。でこの果糖がなぜ太るのかというと、理由があるんです。ではなぜ果糖が太る一番の原因になっているのかっていう、その理由があるんですけれども、
果糖を取りますと、もう即座にですね、肝臓にその果糖が送られてしまって、中性脂肪がですね増えてしまう、まあ、急にですねもう脂肪へと変わってしまうということですよね。もう即座にっていう、これが問題なわけですよね。なのでこの果糖を取るとすぐに中性脂肪へと変わってしまうので、たとえですねフルーツに脂肪分がね入ってなかったり少ないのにもかかわらず、フルーツを食べることで脂肪を取っているのと同じことになってしまいますよってことなんですよね。ここがフルーツの食べ過ぎは太りますよっていう原因の、まあ、根本的な理由になってくるんです。では3つ目の項目です。どのようにこの痩せるリンゴ酢ドリンクを作るのでしょうかということで、今回はこの項目では材料、作り方、そして私が実際に作っている実演動画までご準備しております。ぜひ最後までご覧ください。はい、今回ご紹介するのはいちごのサワードリンクの原液になります。材料です。リンゴ酢 200ml、 いちご 100g、 蜂蜜が大さじ3、そしてこれらの材料を入れる保存容器を1個ご準備ください。おすすめの保存容器は熱湯消毒した後のガラス瓶で、しっかりと蓋ができるものがベストです。ではここから作り方です。1つ目、保存容器に材料をすべて入れましょう。そしてそのまま半日ほど常温で置いてください。その後冷蔵庫で保存します。ですぐにはね飲まないですよ。2つ目です。1日1回容器ごとよく振ってね混ぜていただいて、1週間ぐらい経ったら完成になります。そこで3つ目、天然水 200ml に対してこの原液を大さじ1杯程度入れていただいて飲むのがベストです。そしてここから私が実際に作っている実演の動画と、その後効果的なさらに痩せる飲み方注意点お伝えして終わっていきたいと思います。まずは実演動画をご覧ください。どうぞ。ではここから具体的に痩せる飲み方注意点についてお伝えしていきますね。まずはポイントは食前に1杯飲むのがおすすめです。なぜかというと、お食事をとるとやはり大なり小なり血糖値が上がりますよね。そこを放っておきますと、その他に脂肪がどんどん溜め込むわけですから NG です。そこをしっかりと抑えるためには、食事をする前にそういった状況も作っておくということがポイントになってきます。ただしですね、飲みすぎは注意ですね。もうどんなに多くても1日2杯程度までで抑えるのがベストです。飲みすぎてもそんなに効果変わりませんし、かえって体の具合がね悪くなってはいけませんので、飲みすぎないでくださいね。そんなに頑張らなくてもいいですからね。でまずはですね、次体質改善も含めますから、そんなね1、2週間で変わるっていうのはまずねそんなないです。やはり12週間ぐらいは毎日コツコツ飲んでいただいて、お体の変化を楽しみながらね続けてみてください。そして最後注意です。もし胃が弱ってたりとかね、ちょっとこうもたれてるなっていう時はやめましょう。なぜかというと、ちょっと刺激が強すぎますから具合が悪くなってしまう可能性もありますし、こう胸焼けしたりねしてはいけませんから、無理せずにコツコツ続けていただきたいと思います。
さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢とプラス太りにくいフルーツのもう優等生いちごを使った美味しいリンゴ酢ドリンクのレシピをお伝えしました。日々の健康とダイエットにお役立ていただけたらとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。